松本人志さんが文藝春秋を提訴して芸能活動を休止しましたね。まあその行方も気になるんですけど、個人的には持ってる仮想通貨どうなってるかも気になります。松本人志さんは2017年頃に仮想通貨投資をやってることをテレビでも言ってたし、その効果もあってビットフライヤーの CM にも出演。ビットコインやイーサリアムなどの主要仮想通貨は2017年の時と比べて1桁とか2桁とか価格が高くなっているので、その当時からずっと保有しているのであれば、松本さんクラスなら億単位で資産増えているはずです。ちなみに仮想通貨は1回のバブルで資産10倍とか100倍とかなる人たくさんいますので、気になる人はチャンネル登録してください。